冬柴鉄道は日本の弁護士、政治家、報道などでは冬柴鉄道とも表記される。本人サイトや選挙広報などでは冬柴鉄道とも表記された。衆議院議員、公明党幹事長、国土交通大臣、公明党常任顧問などを歴任した。1936年、満州国の法典省法典市に生まれる。 関西大学二部法学部法律学科を卒業後、司法試験に合格し、弁護士となった。1986年、第38回衆議院議員総選挙にて当選し、以降連続7回当選した。総科学会員であり、国会では公明党に所属した。細川内閣では、自治政務次官に就任した。その後、公明新党を経て、新新党に合流し、 同党の回答後は、新党平和を経て公明党の決闘に参加した。その間、新党平和幹事長や公明党幹事長を務めた。第一次、安倍内閣では、国土交通大臣として初入閣し、韓国立国担当大臣と、海洋政策担当大臣も兼務する。第一次、安倍改造内閣で留任し、福田康夫内閣で再任された。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙にて、元長野県知事の田中康夫に敗れて落選する。以降も引き続き公明党の常任顧問を務めた。2011年11月上旬には、恒例により、政界を引退すると報道されたが、11月24日には、これを撤回。次期衆院選へ比例区で出馬することとなり、 政界復帰に向けた準備を始めた矢先の12月5日午前8時3分、兵庫県甘崎市内の病院で急性肺炎のため死去した。在日外国人に対する地方賛成権の付与を主張した。第163回国会、第164回国会において永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び町の選挙権の付与に関する法律案を 提出している。また、2006年12月の参院決算委員会の答弁で、韓国で永住外国人の地方参政権が認可されたことを持ち出し、在日コリアンへの参政権付与を訴えた。ウトロ地区に不法滞在している在日朝鮮人たちの立ち退きが最高裁の判決で確定すると、冬芝は放っておくわけにはいかないと在日朝鮮人たちへの 支援を表明した。第一次、安倍内閣、第一次、安倍改造内閣にて、冬柴は、国土交通大臣を務めた。内閣府のサイトの、大臣の本音というコーナーで、人生で最も影響を受けた人物に、ここで行ってもいいかどうかわかりませんがという前置きの上で、池田大作総科学会名誉会長を挙げている。神奈川県横浜市の国道にかかる、 歩道橋掛け替え工事をめぐり介入したとされている。管轄する横浜国道事務所は掛け替えに否定的だった。しかし、横浜市神奈川区の町内会長が神奈川県議会議員に相談したところ、2006年11月、国土交通省大臣室にて冬芝と町内会長との会談がセッティングされた。町内会長は冬芝に直接陳情し、 要望書を渡したところ、冬芝は、わかりましたと発言し、2007年度の国土、交通省予算に、エレベーター付き歩道橋の建設費として、3億円弱、が計上された。なお、冬芝と、町内会長との会談の席には、参議院議員、松明も同席していたという。第一次、安倍改造内閣に続き、福田康夫内閣でも、 国土交通大臣に再任された。行政改革担当大臣、渡辺義美から、独立行政法人の改革をめぐり、所管法人の廃止、民営化などで協力を求められたが、冬芝は、法人組織の民営化を拒否するなど、ゼロ回答を行った。これに対して、当時、党幹事長の北川和夫は、なぜゼロ回答なのかわからないと冬芝の姿勢に疑問を、呈した。 2005年、一級建築士の A 氏やヒューザーによる構造計算書偽造の発覚に橋を発し、一連の構造計算書偽造問題が起きた。同様の問題の再発を防止すべく、建築基準法を改正したが、法志向の準備不足や手続きの運用についての行き過ぎがあり、住宅着工が激減し、元気法不況に陥ることとなった。このことについて、冬芝は、 2007年12月28日、改正に伴う混乱がこのように生じたこと、それが国民経済にも影響を与えたことについて、心から国民にお詫び申し上げたいと思います。などと謝罪した。しかし、状況は低迷したまま執行から1年が経ち、2008年6月20日、冬芝は7月、8月、9月は大変。 混乱しましたし、国民経済にまで影響を与えるということになってしまったことは、私も再々国民にお詫び申し上げていますけれども、改めてお詫びを申し上げなければならないと思います。と再度謝罪した。2008年1月28日、衆議院予算委員会での衆議院議員間の弟の討論にて、冬芝は1874人の市長全員が、 道路特定財源は維持すべしと直筆で署名したものが3冊ある。市長さんは一人残らず続けてもらいたいとおっしゃっていると発言した。しかし、2月5日、参議院に予算委員会にて、参議院議員、福山哲郎に同発言の審議を追求され、冬芝は誤りがあった。心からお詫びを申し上げたいと謝罪した。なお、市長らから、 国土交通省に提出された署名について、国土交通省の担当者は、市長の署名6人分が欠けていると述べている。さらに2008年2月28日の予算委員会では、身内である公明党衆議院議員の富田茂之から、官僚の甘下りに対して追及する民主党議員の行動は正しいと民主党を擁護する発言をされるに至る。 またこの冬芝発言に対し、同等の支持者から多数の抗議の手紙が届いたことを、富田冬芝の両名が答弁の中で認めている。2008年4月23日の衆議院国土交通委員会でガソリン税などを含む生活必需品の相次ぐ値上げへの認識を問われると、生活をどうするかは、それぞれが工夫していかなければならないと回答した。内閣改造で、 国土交通大臣を退任する直前の2008年7月31日、騒音問題や梅田東大都市部への建築物高さ、規制等の弊害が指摘されながら、地元から一部存続要望もある、伊丹空港に対して、橋本通る大阪府知事が行った、廃止も視野に入れて、議論発言を受けて、8月1日、閣議後の記者会見で、あんまり素人が大胆なことは言わない方がいい、 議論を始めればそんなことは潰れますなどと批判した。これに対して、橋本は今までの経緯とか前例とか観光とかを知らない、素人だからこそ見えるものもあると反論。さらに、苦労とがやって今の行政や政治の状況ですからと皮肉った。朝日新聞が2007年、冬芝が代表を務める政党支部の政治資金収支報告書に対し、 収支が完全に一致し4年連続で繰越金が0円になるのは不自然との指摘をしていた。朝日新聞によれば、冬芝が代表を務める公明党兵庫第8総支部では2003から2006年の政治資金収支報告書について公明党本部からの政党交付金や企業献金等による収入があったが、各年とも経常経費や政治活動費として 収入と同額が支出され繰越金が0円となっていた。冬芝の事務所は収支の帳尻を合わせる行為はしていないと回答している。しかし、政治献金による収入や支出は年ごとに変化することから支出を1円単位で合わせるのは至難の号とされており、冬芝のような事例は偶然ではほとんどありえない現象と指摘されている。2004年5月、 公的年金に加入せず保険料を8ヶ月分、未納であったことが発覚した。年金未納問題で民主党代表の菅直人に辞任を求めておきながら、自分の未納が発覚しても、党の役職を辞任することなく、公明党内の処分で済ませてしまった。次男の冬柴代は、大和銀行の講員を経て、大阪市内で海鮮料理店を経営している。ありがとうございます。